よし、置いてけぼりか。さあ、というわけで、スーパーマリオメーカー2の、新しいアップデート、バージョン 3.00 やっていきたいと思います。よし、じゃあまずは、作るから選んでいきましょう。さあ、新しいパーツが増えました。増えたパーツは遊び方ガイドで確認ができます。はい。OK。お、あ、いや、今は見ないでおいて、新しいパーツ。さあ、新しいパーツは、確か、あ、ちゃんと書かれてるね。ブーメランフラワー。これはブーメランを投げられる ?3D ワールドと、あ、そこそこ、3D ワールド向けと、普通の初代向けとか、そういうので、また別々なんだよね。よし、とりあえずこれで遊ぶ。おすごい。ブーメランブロス的な、おお、そういうか、あ、なるほど、ブーメランは坂道に沿っていくわけではない。うん、下に投げるとかはできないかな。お、なるほど。おお、なんだ、そんな何回も行くんだ。へえ、面白い。やっつけられるかな。あ、普通に行けるね、すごくない。おお、なるほど。何回か、あ、なるほどね。避けることはできる。でも、だんだん短くなっていくんだ。なるほどな。お、なるほど。へぇ。あ、ちょ。さあ、一回ダメージ受けると普通のマリオになると。うん。さあ、そして他には、さあ、かぶり物。砲台ボックスとか、プロペラボックス、ハリボテクリボー、ハリボテキラー、赤パウボックス。おぉ。プロペラボックスって何？プロペラマリオになれる的な、そういうことかな。よっ。お、あれ、どうやって使う、これ。使い方がわからない。どうやって使うんだろう、これ。あ、 ZR、 なるほど、よかった。普通のプロペラマリオと、ね、同じような感じかな。お、3回までプロペラを回すことができると。なるほどな。確かこういうやつは、あの、アップデートのお知らせ動画で見ることができるから、そのあたりで皆さん見ていただければと思います。あ、さあ、ワールドを作るっていうところが増えてる。なるほど、ワールドロボット。うん、ワールドを作るは、あの、自分で作ったコースをいくつか配置したりとか、パネル上にコースを置いて自由に遊んでもらうことができると、そういうことらしいですが、というわけで、今回はね、視聴者様から、ワールドを作ってみたのでやってみてくださいというのが来てるから、早速世界のコース行ってみましょう。お、みんなのワールドが遊べるようになりました。世界中の職人が作ったワールドを気ままに遊んでみよう。オッケー。みんなのワールド。ちょっと待って。これ、ピーチ姫、なんかすごく、なんか慌ただしいっていうか、まるで溺れてるかのような感じだけど。うん。さあ、今回もピーチがさらわれてしまうのか。あ、さあ、気ままに遊んでみるっていうのはそういうこと？なんか、ランダムでこれが出てくるってこと？おー。なるほど。ランダムで今、投稿されてるツアーじゃないや、ワールドが、ここに出てくると。おー。似たような模様が上の方に並んでて、下の方はまた違うけど、これ何か意味があるのかな？あ、スーパーマリオワールド風とか？いや、違うな。そっかそっか。どのスキンのコースが出てくるかはその中でまた決まるからって感じか。うん。よし。じゃあ一旦戻って。じゃあ、ID 入力していきましょう。G。OK。さあ、今回は、フローラさんの作られた、ワールド。ワールドの数は一つだけ。あ、これで、ID を入力した後に右から遊べるのでよろしければどうぞと。はい。よっしゃ。じゃあやっていきましょう。遊ぶ。お、スーパーフローラワールド。いいな。ちょうど4文字なところがまたいいですよね。よし。じゃあ、初めからやっていきましょう。お、ハープ。さあ、コースは3つぐらいって書いてあるかな。最近アップデートでワールドが追加されましたので作ってみました。3コースでクリアとなっていて、難易度もお手軽に、過去多分、となっています。土管から遊べるコースはネタです。やらない前提です。やらない前提って。こういうの書かれてやらない実況者とかおるって感じがするけど。さあ、じゃあやっていきましょう。まずは、ここがスタートだね。何もないね。うん。やたらとあの、カエルくん多くない？カエルか、
そういえば今回のカエルスーツも入ったんですよね。これでようやくあのタイトル画面とかに集合してるあの変身マリオがみんな揃ったみたいな感じかな。よし、じゃあこのハックンが2ってついてるの何これ。あ、何かすでにプレイされた方のハックンが残ってる的なそういうことかな。さあ X ボタン。あ、ハックンが、あ、ハックンを残すというかゴーストを残しておくことができるんだ。マリオの人数99人って多くない？いや、それは設定ができるのかな。うん、まあその辺は置いといて、じゃあチャレンジしていきましょう。さあスーパーフローラワールド1の1のはず。さあパレードへゴー。お、さあすごく、おお、スタンダード、みんなでマリオ的な、あ、でやったらすごく何もないだと。うん、さあみんなでどんどん進みましょうみたいな感じかな。わーい、ドン。お、なるほど。さあこれからめくれめくワールドに行けるよみたいな感じかな。お、もう容赦なくコインが大量に出てくる。何かあるかなこれ。お、いいね。もう思う存分マリオ増やしてから行ってくださいと、そういうことかな。あれは、うん、何かできるかな。あのネズミが踏んでも特に反応しないというか発動しないでね。おっと。ついつい離れちゃったけど、うん、これはドン。なるほど、これ踏みたいですよね。いや違う違う、こうか、なんかちょい違うぞ。あっ、なんかちょっとイメージと違うっていうか、うん、これはほいよっ、お、置く、よし、で持つ、進む。お、なるほど、これはこうかな。いや、まず踏んでからかな。これって車で踏めるんでしょうか。よっ、おっ、あ、来た来たけど、よっ、うっ、なんか違うけど。よーし、ほいほい、気持ちいい。なんか今途中にあったけど一定違う、中入れてか。いや入れないじゃん。ちょうど車入っちゃうとちょっと無理ですね。これ下の方何かあったような気がするんだけど、いやちょっと見えないか、危ないかこれ。うわ危なそうな気がする。落ち着いて、よっ、ずさー、あったあった、よかった、よし、オッケー。さあゆっくりしてる暇はない。入って入って入って、おおお、お、これは楽しい。あ、いってて、あ、そっか、あいつスターがあっておやつくらいなんだ、すごい、すごくない。おお、わお、なるほどね、これからツアーが始まるぞみたいな。いや、パレードだったけど、やっふー、この場合パレードにマリオさんを参加しに来たのか、パレードを破壊しに来たのかわからないけど、よし、さあまずは楽しい楽しい一の一がありましたが、さあ、お、え、これ何？風船おみくじ、割ってみよう。 A 膨らます。うおー、きた、なかなか来ない。お、5アップ、これはいい方だろ、どうなの。消しゴムくんだとよくわからないな、これ。土管の方はネタですって書いてあったけど、今行けちゃうねこれ、どうしよう。行ってみるか、行ってみようか。こうなるんだ。うん。チャレンジ、これはやらないで。え、待って待って。どういうこと？とりあえず、やってみる。さあ、超大作の館、まさかの。いやいやいや、超大作の館あるじゃん。もう一回やったことあるよ。しかもめちゃくちゃ難しいんだよ、これ。見えないんでさ、早く行かないとどんどん敵増えるしでさ。やられちゃったらそこまでってことで、うん、思い出すな、かなり厳しかったの。ゆっくりやってらんないからね。おお、もうやられ、もうやられそう。いや、おお、危ない。ふう、ふう、さあ持ってると明るくなる。ふう、赤キラーが襲いかかってくるよ。で、なんか途中にあるさ、あそこだ、赤、その落下さんみたいな、ここがめちゃくちゃ難しい。もう今できる自信ないからね、これ。シュッてきたら、もう、飛ぶ、
飛ぶ飛ぶ、あー止まった、よかった、意外といけるじゃん、頑張ったわ。え、どうするんだっけここ、忘れた忘れた、こいつ何しまった大きくないから触ってしまった。今のパウ投げればよかったかな。いやー、というわけでここのコースはねかなり難しくて、一回クリアしたことあるから勘弁してくださいというわけで出ましょう。コースを出るということは、じゃあこっちは何、さあゼルダの伝説砂漠のマスターソード、なるほど、自分で作ったことあるコースをこうやって配置することができるから、自分のねいわゆるなんとかワールドツアー的な感じができますよね、うん、さあここも一回クリアしたことがあるから、今回はあれ、あ、そかそか、こうか、うん、すごいな、もうすっぱり忘れてるな、いや忘れてるっていうほど忘れてはいないと思うけど、よし、じゃあ一旦ここも出ましょう。はい、よし、じゃあついでだから、お、何？ルーレットを止めて絵を揃えよう。あー懐かしい、マリオ3にあったわこれ。よっ、あれなんか思ったよりもずれますよこれ。キノコだぜ、だいたい3分の1から2分の1ぐらいでキノコが次来るはず。よっ、あーこれはもしかしたらあのご褒美でワンダップぐらいくれるやつ、2分の1でキノコ、うっそいやいやいやあ、でも面白い、ちゃんとなんか揃ったパネルのものが出てくる。でもあれだけキノコできたらちょっとかじればいいじゃんとか言って思うけど、まあしょうがないか。うん、なんかてっきりなんかワンアップとかスリーアップとか必ずもらえるかと思ったけど、そうでもなかった。真面目にちゃんと目押しすればいけるのかな。お、あれ、あ、へえ、それでぶつかるだけでコースに入ることもあるんだ。さあスーパーフローラシスターズ5の3って意外と進んでる。ちょうど中盤でなんかだいぶ難しくなってくる頃じゃない？お、よし、お、わお、と、なんか意外とスタンダードだから、いや怪しい、怪しすぎる。で、しかもちょ届かないんだけど、どうやってこれ高くジャンプするんだっけ。おお、いける。お、これはおい、なんだよ怖いな。うん、踏ませてください。よし、何にもないよね。と、お、お、あ、これは楽しい。あーっと、しまった、危ない、危ねえ、セーフ、ファイアボールで自爆するとこだったからの、よし、とお、ほい、ナイス。ちょっとまさかの、いつもの挙動と違うな。あ、危ねえ、そっかそっか、ほ、どうなる、どうなる、どうなるこれ。なんだこれは、乗っていけばゴールじゃない雰囲気。下行くの、うっそ、マジで。あー、なるほど、ちょっと上が気になる、逆にこれなんだ、めっちゃ気になるけど、まあしょうがない。お、おーな、はいや、バカな、あー、いや、くそいやいやいや、おっとと、危ない危ない、なんか下ルート通らなきゃよかったと今ちょっと思ってる。ほら、しかも強制的にキノコ取らされて、おほ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 、おお、しまったしまった、あー、これまずいやつ。おおおおおおお、ほい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 、あー迷わなかったこれなんかあの音ゲーみたいな感じの、リズムよくやらないといけないやつ、すごく苦手なんだよね。なかなか大変ですよ。よっ、お、あー失敗した。おお、ちょっと早いんだな。お、楽しいからの、お、あー失敗した、まずい。しまった、どうなる、もうアウトこれ。あー、しまった、早すぎる、なんでそうなっちゃうのか。うん、
さあ、相変わらずあのフローラさんの作るコースはね、なんかちょっとあの好奇心に負けるとひどいところに飛ばされるっていう、そういうところがあるんで、皆さんもお気をつけください。あー、しまった。なかなかちょうど見えなくなるところが難しい。よっ。あ、うん、マリオの加速値がなかなか大変だな。シュー、ほっ、シュー、ほっ、シュー、ほっ、あー、できなかったー、くそっ。むずいな。こういうコースなかなか面白いっていうか楽しいけど、ずっとこの流れるところ見てると、あのゲシュタルト崩壊というか、わけが分からなくなってきませんか。うおー、この加速と減速を繰り返すのがなかなか変な感じがあーするんですけど、すごいな、精神力との勝負だな。よっ、耐えた。あー、ここが難しいな。オッケー、シュー、ほっ、早めに行きますよ。ほっ、あー、どうなった。弱、よかった、ちょうどそっちになってよかった。はあ、うおー、これはかなり難しいぞ。ついつい早めにやっちゃってたけど、ちょっとだけ遅らせる気持ちでやらないとダメみたいな。でも急がせるんだよね。もうダメかも、これ。よっ、ほ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 っ、うーん、ここなんかはもう早く行かないとダメだよね。ここ、やったー。あそこがうまくいけば時間が稼げるはず。ほっ、わー、あとちょっとだったのに。あ、やっぱ早すぎるとダメなんだ。あー、もう、さすがに厳しいか。よし、ここからが正念場。あー、やっちゃったー。急げ、まだまだまだ巻き返せる。よし、入れっぱでよかったんだ。なるほど、ちょっと止めてたけど大丈夫だった、よかったー。さあ、ようやくクリア。おー、50個ありがとうございます。で、戻るっていう。あー、すっごい楽。めっちゃ気になって下の方行ったらこんなにやられた。いやいやいや、まあね、しょうがないよね。俺がね、そんな余計なとこ行っちゃったからね。さあ、というわけでかなりひどい目に遭いましたけど、さあ次。お、さあ、これはボールをキャッチ、 A ボタンでキャッチ。お、なるほど。おお、ストレート。あー、ちょっとナックル。あー、びっくりした。ナックルじゃない、ナックル。え、おい、スロボー。なにこれ、フォーク。いいよ。あー、うっそ、フォーク。あー、やられた。お、あー、なるほど、いわゆるあの雷おじさん的な感じ。うん、なるほど。さあ、というわけで、今のは頑張ればもうちょっとワンナップがもらえたってことかな。うん、おそらくあのボールの回転とかを見てフォークかどうかは判断しろって感じなんだろうけど、なかなか厳しいね。よし、さあ次は、8体の挑戦とクッパの本気、ファイナルラストエンド。ファイナルラストエンドってなんだ、終わりの終わりの終わり的な。よし、さあ、お、出た、新しく入った、クッパ七人衆。名前なんて言ったっけ、君。イギーくんとかレミーくんとかそういう名前あったよね。確か緑のモヒカンが二人いて、どっちだったかな、片方がイギーだったような気がするんだけど、後で名前思い出さないと。リチゲにやっつける必要ないかな。うん、おっと、危ねえ。あ、いや、必要あったわ。お、さあ、あれれれれれれ、ほっとい、お、ください、ください、
くくれませんか。おお出た。なんだっけ、モートン君だったかな名前が。襲ってくる襲ってくる。落ちないよね彼らは。うん、さあ、おファイアボールで戦う。落ちろ。あだだだだだだだ、うっそ、ここにもよかったんか。あ、そうでもないのか。安全かなと思ったけどそうでもないわ。ほっ、セーフ、なんとかなった。あぶねえあぶねえと、上に乗ると思わんかった。よっ、よし行きます。おさあ3人目は、あーこれがイギー君。彼あの普通に踏んづけられるもんなの。何普通に歩いてきて怖い。ジャンプ、よし、何ちょっと、ふうよっ、マリオが坂道に対してちゃんと足をこう斜めにするとこ細かいよね。おおほっ、あーほっ、危ないなかなか奇怪な動きをするな。それぞれ個性がちゃんとあるんだね。行ってきまーす。よっ、あーこれよし、いいよ、先にダメージ受けといてから復活。おっ、いやちょっとどおちょっと大丈夫じゃないでしょこれ。なんとかならんか。ならんな、行くしかないのか。あれ上乗っちゃったよ。どうにか戦いやすいところに行きたいな。よっ、こっちずるくない、ずるくないとか言ってうわー危ない、カモン、よしチャンス、オッケー。よっ、あれちょっとなんか思ったよりか全然違う動き しよるんだけど。よし、あ、あれ、おお、ほほ、よし、オッケー、セーフ。お、あー取っとけばよかった、今バカだな。なんかいる。よし、うっそ、跳ねるやつ、跳ねないやつ、うっそ、意外。よし、おっ、なんだったー、跳ね返ってくるだと。さあしてやられましたけどどうなる。あー、やっぱりそうなるんだ、怖いな。よっ、オッケー、なんとかあった。おっ、さあ助かったファイアフラワーからのまずいやつ。あーちょっと持ってる場合じゃない。よっ、おーっと、ちょっと待って、あのさ、消えた、うそ、忍者、あれ名前彼なんて言ったっけ、あれがロイ、あれ嘘、待て、まさか二人がかりとか。あ、上の方になんかドクロイカダがあったけど、ちょっと戦えなくない、理屈が分からんぞ。やった、いやここで待つしかないでしょこれ。あーやっちゃった、あーこれは終わった。あー出てくる、出て、いやーこれは気づかなかった上から降ってくるなんて。さあというわけでまた最初から、いやーなかなか大変だな。まずはこれそれぞれあれのなんていうか長男次男的な感じなの、これどういう順番で並んでるの。あ、そっか、なんか別にクッパ七人衆ってあのクッパの子供じゃないとかそういう設定になってるんだっけ。いや元々そういう設定があったかどうかわからないけど。よし、あーっとっとっと、シュワー、オッケー、なかなか厳しい。ちょうどそんなところでさ困るんですよね。こっち来てくれないかな。
ダメかな？嘘。困ります。今よく避けたな。タイミングよく行こうっつったって。いやいや、これ、倒せないでしょ、こんなの。一発ダメージ受けるの覚悟でいかないと。マジか。きついな。うっそ、あれ押されるんだ。うわー、知らなかった。ダメージ受けるだけの方がまだマシだった。さあ、ここから上の方に行くとイカダがあるけど、上に乗ってなかった。これはなかなか。どうなるどうなる。2対1になるわけか。なるほど。痛い。つらい。そこ。なるほど。あいつ3方向に出してきて。つらい。うわ、まさかの。ナイスプレーだけど。やばい。いや、うっそでしょ。上から降ってくるでしょ、これ。よし、あぶねえ。あいつはこの野郎。いや、飛んでくるかも。来ない、よかった。この野郎。あら、逃げた。あ、うっそ、ちょうどいいとこ取られたな。まずいな。おお、よーし、勝ったー。さあ、なんかいるぞ。騙される予感がしますけど。よし、行きましょう。ちょっとこれ上に来るとやばいやつ。ダメじゃん。戻されたんだよ。あれ、何にダメージ受けてんだ。うっそ、追ってきてる。やば、行って。今の当たんないか。うおー、ちょうど下に下がらない。あ、上のあの部分に当たってるのか。やべえ、なんか今ポロンってなったけど、やっつけたの。マジか。キーっていうか鍵いくつ持ってる。なんか持ってきた。しつこいなこいつ。進もう。わ、破壊してよった。うっそ、そんなことか。ここから。マジむずくない？なんと、まあそこそこといえばそこそこなのか、これは。さあ、ここから。ここにいればなんてことなかった、これ。真ん中安全。さあ、これは取って、よし、あるわ、確かにあるわ。よし、さあここで待ち構えて。よし、ナイス止まり。オッケー、勝ったー。さあ、すべてのクッパ子飼いの連中をやっつけて。何にもない。あー、来たー。ある意味では強いやつ。よし、ちょっと待って、いけんの。いやー、うっそ、そういうのやめてくんない。これ、あの
いや、絶対これ、潰されるやつ。危ない危ない。入ります、入ります。おお。よし。さあ、入って。お、なるほど。鍵、あといくつ持ってます、これ。なんか、ふわふわしてるぞ。お、なんとか間に合いそう。待って、中間ポイント。まさか。おー、なんだ、水中じゃん。お、あー、おー、ラッキーくださーい。よっ。さあ、メカクッパ。メカクッパって言うんだっけ、これ。うん。おおお、いや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 、好きなの持ってけって。なんだこの、なんだろうこれ。お、どんぐり。え、どっちがいいんだろう。どんぐりってどういう効果。お、わからない。いや、よし、いっぱいいるな、おい。とりあえず食べる。うん。どれがいいんだろう。プロペラ、なんかプロペラっぽくない？これだけあの、なんていうか怪しげですよ。出てくるかな、この辺り。とう。よし。いや、うーん、じゃあよし1号で。お、なに？びっくりさせないで。おー、まさかの。おー、ちょっとどうやって戦えてる、これ。意味がわからん。あー、とろろ。よっしーが俺のためにいるかないかでだいぶ違う。いてて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 。あ、そっか、ムーンを取ればいいのか、これ。ひでえな、これ。いやいや、でもさ、全員がいる状態で取るってかなり難しくない？相当下にいなきゃダメだし。いやいや、もう積んだっぽい、これ。やっつけるね。それがあればなんとかなるんじゃないかって。これはありえる。ありえないか？無理か。おお。いやー、無理か。無理。何が無理って、時間がない。せめてなー、もう一回ダメージ受けられる状態でなんとかなれば。あー、やられちゃった。くそー。さあ、というわけで、なんてこともなくね、多分なんていうか、それなりに、体力ある状態で踏ん張ればなんとかなると思う。よし、ここで。待つ、ひたすら待つ。待って、これ高さ的にダメじゃない？あー、ダメなんだ。マジか。ちょ、どうする？あー、今のはちょうどよく。なんとか、よし、間に合うか。間に合わない、残念。ここで待つ。ここで、よーし。さあ、ある程度やっつけた。ここからが本当の勝負。このどんぐり食べたマリオが何できるか俺知らないんだけど。どうしようかな。あと、まともに戦うしかない。クッパの炎だけこっちに届いてくるけど、うーん、さすがにちょっと弾が弱いか。これだったらファイヤーマリオ乗ればよかったな。乗ればいいっていうか、取ればよかった。お、よし。君なんて言ったっけ。レミー君。いや、違ったかな、名前っていうか、色は違うけど雰囲気は似てるんだよ。よし、
オッケー。おお、いいね。あの跳ね返るものがほとんどないから、あの攻撃は大したことはない。おい、オッケー。倒すとあの魔法弾が消えるんだね。おーい、お前か。一番なんかあの対空能力が高いやつが残ってしまった。あ、違う、なんか他のもいる。ここで待ち伏せてればなんとかなるんじゃない。よし、あ、やばいか、これ触ってダメージ受けるパターンか。よし、オッケー。よーし、あとはなんとかなりそうな予感がしなくもない。クッパジュニアってか、このファイアクッパクラウンがゲットできてよかった。よし、これ触るとダメなのか、触ってみたいな。あ、やっぱりあのなんかボヨンってされるだけだ。あーっと、危ねえ危ねえ危ねえ、なんか判定がなんかよくわからんが難しかった。うん、よかった、破壊できる。え、待って、ピンポン何もしかして戦う必要なかった、マジか。すんごい戻れるけど。おお、なるほど、じゃあ別に戦う理由はなかったわけだ。うん、おおおおお、いいね。なんかすっごいふわっとしてるからやりづらい。あ、やったー、これ大丈夫、これ本当に大丈夫これ。あ、よかった、そこまで鬼じゃなかった。おお、な、謎スライム。おまさかの おしゃれ。うん、スライムなのかなこれ。どうなんだろう、俺あのドラゴンクエストに出てくるスライムっぽい感じで、鍵まさかの。よーし、いやー大変だった。今回あのアップデートで追加されたクッパ7人衆だけど、それぞれ個性があってなかなか面白いですね。おお、8体の挑戦とクッパの本気、確かに。こんなにさ増やすことないじゃん、しかもあんなに大量出せるんだもんね。明らかになんかこう無茶ゲーっていうか無理ゲー作ってくださいっていう振りみたいな感じがするけど、まあ、今回の月のおかげでなんとかなったけどさ、いやこれは大変だな。うん、これ真っ当に戦って勝つっていうのはなかなか厳しいかもしれませんね。いや多分俺はできないと思う。お、こうして見るとピーチでかくね。いやでかくねとか、いや実際大きいんだけど、マリオよりか身長ありますからね。 V、 うん、さあワールドクリア、懐かしいな。あのスーパーマリオメーカー1もこんな感じでワールドクリアして、今までやってきたコースをずらーっと並んで見ていきましたよね。お、さっというわけでクリアできた、よかった。まあなんとかクリアできたけど、あの途中の確かに土管から行けるルートはただっていうか、のめちゃくちゃ難しい既存のコースでなかなか大変でしたけど、コースの数ちゃんと5って書いてあったもんね。3つしかないって言ってたけど、その土管で遊べるところはまあある意味ではまあおまけ的な意味で作ったんでしょうね。というわけで、うん、さあ戻って、お、ワールドを初めてクリアしました。ファイアーマリオのシャツを手に入れました。おー、なるほど。さ、というわけでみんなのワールドちょっと遊んでみましたけど、いやあんな風に自分で作ったコースをパネルとして置いといて、こういろんな分岐とか作ったりとかミニゲームを置くことができるんですね。あのミニゲームなんかはなんていうか、あのぶっちゃけおみくじぐらいしかまともにワンダップしなかったような気がするんだけど。あのパネル合わせとか飛んでくるボールをキャッチするっていうのは結構難しいですよね。あのボールもさ、反射神経が良くないと速い球取れないし、そもそも動体視力が良くないと
ホークだとかナックルだとかわからないし、あの辺はちょっと難しいかな。でも実力というか目の良さがあれば安定してワンナップもできるんじゃないかなと思います。そんな目の良さがあれば他のコースでも楽だろうなとは思うけど、まあマリオは反射神経だけじゃなくて正確な操作も必要だから一概には言えないんだけど、まあその必要なスキルの一つは磨かれるんじゃないかなと思います。で今回フローラさんのコース結構最初は簡単なんだけど、2番目のコースは簡単にしつつちょっと好奇心のある方はかなりひどい目に遭うといういつものフローラコースになっていて、いや本当にねちょっとなんか気になるところに行くと大抵ひどい目に遭うからさ、いやでもそういうところを見てもらえれたら多分コース作者もちょっと嬉しいんじゃないかなと思うんで、あそこは挑戦してみてよかったかなと思いますが、で最後は本当に難しい、もうクッパ七人衆とクッパジュニアとみんな勢ぞろいっていう、あそこはでもなんとか月があったからよかったけど、結構あれがまともに襲ってきたらアウトな感じがしますけど、いや普通にさクリアできるなってんのあれ、七人衆がバーッと出てきて普通になんかチビマリオぐらいでクリアできる猛者はいるの？いや、いるんだろうな、世の中には。と思っちゃうけど、まあ自分もそうなれるとは思えないけど、まあ頑張っておきたいかな。まあそんな感じでこう、難度をちょっとずつ上げつつとか、最後だけ逆に簡単にするとか、そういう感じでワールドを作れるはずだから、皆さんもぜひ個性的なワールド作ったら、僕にプレイさせていただければと思います。まあ自分でも作れよって話だけど、まあその辺は置いといて、じゃあ今回ここで一旦区切っておきたいかなと思います。さあ、それではまた次回よろしくお願いいたします。